すら私が危機開会をこんな夜中にやろうと思います。こんばんは。こんな時間には本当ですよね。私はね、いつも起きてる時間なんですけど、こんな夜中にやるなよって思うよね。はい、何のゲームか。ありがとうございます。危機開会のアーケード版をですね、やりたくてしょうがなかったので、明日まで撮っておけばいいんですけど、我慢ができなかったので、すいません、ちょっとやります。そんなに長い時間やりません。ちょっとちっちゃいかな。はい、なんでちょっとだけお付き合いください。どこまでやったかっていうと、2面のボスまでは倒したんです。でね、3面のボスがどうしても倒したいの、私はね。なのでお付き合いください。まあだいぶ1面とかね、見ていただくと分かると思うんですけど、やり込みまして、あっ、やり込んで超上手くなったよってよと思ったら死んでしまった。だいぶ上手くなりまして スイスイ行くんですよ。スイスイ行くようになったのよ、本当にね。なのでその姿も見せたいし、その姿も見せたいし、私の成長も見てほしいし、ただ忙しいゲームなんですよ。最後まで付き合わせありがとうございます。目標はですね、3面のボスを倒す。2までは行ったから。雷神みたいなやつまでは行ったからね。頑張です。ありがとうございます。絶対に3面までは行きます。見てて。まあ、1面のボスはね、もう余裕なんでね。一瞬で倒してやりますよ、こんなのは。このね、皆さん明日、仕事でしょ？月曜日だもんね。日曜日の夜にね、やっちゃいけないゲーム。じゃあ、ゲーム実況なんて。ひたすら忙しいゲームなんで、ちょっともしかしたら、コメント読みは死ぬたびにみたいな、ちょっと感じになってしまうかもしれないです。はい、ただで、もう本当に、ちょっと、あれです。本当にもう、ひたすらやるっていうだけの動画だと思う、これは。なぜなら私がどうしてもやりたくて、やりたくて、やるならもう、ライブ配信した方が良くないってなっただけ、あ待って、やばい。ちょっとだけのあれなんで、マジでやばい、これは。あっ、ちょっとね、うまくなってるんですよ、私。あっ、はい、よっしゃ、思いついてくれた。よし。楽しいから大丈夫。ありがとうございます。皆さん、お仕事はあるのにね、見に来て、こんな時間に見に来ていただいて、本当に感謝しかない。ありがとうございます。頑張るんで、その分もう分かんない、下手したらもうめっちゃうまくいって速攻で終わるかもしれないしね、まあ、多分ないと思いますが、ライブ配信久しぶりなんでね、ちょっと告知とかもいろいろしながら、あ、ほんとちょうど休みなの、よかった、奇遇だね。さあ、雷神でございます。これがね、二面のボスなんですよ。でね、ここを倒すところまでさっきもうまくいってるわけですよ。だから、多分倒せる。この先のね、六六尾の、型みたいなのが、小僧がめっちゃ出てくるんよ。小僧がめっちゃ出てくるところがね、やばい逃げた、あおいうまっ、はい。はしゃいでてごめんなさい。さあ、次からなんだよ。次が3面。ここのボスを倒すのが今日の私の目標なので、やばいやばい、小僧。ほら見て、小僧めっちゃ来るでしょ？なので、まあ、最悪もうこれ倒したら、普通に一瞬で実況終わる可能性あるわ。やばい、小僧。小僧めっちゃ来るのよ。小僧と狐がね、めっちゃ来るのよ、ここ。小僧、狐はなんか発射してくんな。やばい。あ、やばい、来ないで。バッグシュシュシュしていて、やばい、ミイラじゃないね、骸骨。上手くなってるでしょ、すごくね、私上手くなってると思うの、上手くなってるとは思うの、なぜならやり込んだから。今日やり込んでるから、まだ目が慣れてるのね、多分。あれ
こっからなのよ。こっからね、六六尾の館なのよ。ね。で、六六尾をこうやり、やりながらも、やりながらもね、あってやばい、こんばんは、ありがとうございます。こんな夜中にすいません、ありがとうございます。嬉しい。私はこんな夜中に来てくれて嬉しいよ。ちょっとここのさ、蛇がね、やばいんよ。蛇がやばいのよ。え、なんでお化けをこんな、ありがとうございます。なんか発射してくるよな。お化けちょっと調子乗ってんな。お化けちょっと調子乗ってますね。なんか急に物を発射してくるようになってるじゃーん。やったことあるし、まずこの大会のアーケード版。マジでね、難しいのよ。慣れるまで。あの、目が。目が慣れるまでが忙しいんですけど、結構うまいな。やっぱり今日ずっとやってただけあるわ。ねえ。それはまずい。調子乗ると死ぬということがやっぱり分かったので、もう謙虚に、謙虚にやります。ダメだね。謙虚にやらないと、こんな鬼ゲームをやる配信を見に来ていただけるだけでも感謝でございます。今日はですね、何回も言いますけど、絶対に3面のボスは倒すの。当たってないし、距離、当たった、よし。来ないで、来ないで、近いのは距離感考えたい、近いのは嫌い、近いのは嫌い、燃えちゃう、やめて、近いのは嫌い、だけど、こんなやつ、お前は絶対に倒すんだから、危ない、やめてくれ、やめてくれ、燃えてしまうって。燃えてしまう。あとちょっと。よっしー、行ったよ。さあ、来たよ、三面。ここからの小僧。小僧とさ、あれよ。なぜか急に攻撃をして切らすお化けがめんどくさい。あと何？キツネ。小僧は飛ばすか。キツネはやって小僧は飛ばすか。めっちゃ多いんよ、敵が。追っかけてくんな。うまっ。いや、集中力よ、夜中の。やめて、このピョンピョンするやつ嫌いなの。夜中、めっちゃ来る。夜中のね、集中力を舐めないでほしい、私の。本当に、夜中民の。ないね。さあ、こっから。こっからよ、六六尾の。六六尾はいいんですよ。なんか急に、わかってたの。くそ。くそ。いや、こっからさ、ダメ。こんなね、のんきにね、やばい、のんきに札とか取ってる場合じゃないぐらい出てくるよ。わーっと、もうこれはまずい。これはまずいね。これはまずいね。ねえ、あの緑のやつめっちゃカつくんだけど。何も、自画自賛エリア。で、ここで傘に囲まれ始める。いっぱい。ちょっと待って、はしゃいでる人みたいになって、やばい。珍しくテンション高いなと思ってる方もいらっしゃると思いますが、私はもう夜中が好きなので、夜中はテンション高いんです。昼はね、めちゃくちゃテンション低いですけどね、会ったことある方はいないと思いますが、昼は恐ろしいほどテンション低いんですけど、夜はね、もうテンション上がっちゃうからね。あ、これはまずいっす。炎発射してくるもん。あ、ないじゃん。やばい。後ろから、あ、来たよ、みんな。来たよ。二面のボス。よし。
さあ、燃えないように頑張るぞ。やめて、やめてくれ。燃えてしまう。これは燃えてしまいますね。燃えてしまいますね。ちょっと。ああ、燃える。燃えるって、それは。やめてってば。おい、おいで。もうちょっと右においで。左においで。そう。私の攻撃に当たるように移動してくれ。頼む。ああ、おーい。やったー。やったー。ダメだよ。さて、小僧のエリアですよ、皆さん。この、小僧を吹っ飛ばして。この小僧はなんていう名前なんだろうな。よい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 
しい。いいね。あ、骸骨。で、あ、骸骨はまずいね。で、6、うそー、むかつく。あ、ここからか、危ない。なんか、さやちゃんが私の思ってるとこじゃないとこに発射してるんよね、さっきから。今。これでもさ、ねえ、くぅ、いやでもこれ結構いいはず。もうゴリ押しするからね、私は。頼むから、撃たないで。近いな。ちょっと離れて。距離感考えてまずよ。ヒュン。距離感を考えて来てください。ちょっとあんまり近づかないで。そういう、おーい、久しぶりに3名行ったよ。行きます。もう、小僧を倒しながらね。あれ？あれ？なんか私が取る予定だったお札がいないんだけど。なんか。うまーちょっとうまーって言ってると死ぬんで、やってます。あ、いいね。いいね。あ、選手消えました。炎のやつ殺す予定だった。やる予定だったよ。こっからマジで私ちょっと力に翻弄されがちだから、真面目に行こう。あー、嘘でしょ、柵あるじゃん。いやー、もうやばい。一面でマジで死んでる場合じゃないのよ、私。いやもうこのゲームはね、はしゃいじゃう。ほんと、あっ、大人げなくはしゃいじゃうゲームだと思う。心なしかちょっとなんか声も枯れてきたかな。うん、落ち着いてやろう。まあ、一面てかもうマジで、一面のボスはお任せあれ。私のあれとしてですわ。なんだっけ、向井村のレッドアリーマーと同じ。これは撮ってる。ほんと、向井村のレッドアリーマーはマジで撮ってる。自信ある。そこだけ撮ってるでも何の意味もないけど、めっちゃ撮ってる。その後のジャンプが、ダメ。はい。アーカイブは多分私が雑談をして、しながらギャーギャー騒いでるだけの動画だけど。あ、傘、やべ、やり、やべ。オッケー。ピャン！あ、うん。よし、でもね、ごめん。勝手になんか違う、全然関係ないこと思い出したって言っただけ。危ないよ。やめてよ、絶対やめて。今私のことも絶対に攻撃しないで。お前刺さるんかい。てか、なんでお前は傘の、
方はなんでそうやって、あ、これやばい。あのさ、壁をすり抜けるとかいう反則行動をしてくるわけで、それはちょっと約束と違うじゃんって思わないね。ほう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 、これはやばい、これはやばいね。よし、あとはもう逃げ切るだけだ。よし、来ましたよ、雷神さん。もう手が使われてきた。雷神でもないし、神じゃないし、雷電王じゃん。そうだよね、神じゃない。神じゃないよね。やめてくださいね、絶対に今私、あー、今のずるいだろ、まっすぐ来たもんね。今のはちょっとね、どう思う？ずるいよね。だってまっすぐ私の方、だってさ、まっすぐ私の方攻撃しに来たじゃん。あんなん避けられるわけないやろ。どういうことだ？急に上手くなった。たまにね、上手いんだけど。そう、ちょっと近いんだってね。ふふ、悔しい。もう弱い状態で来ちゃったじゃん。もうこれ緊急じゃないとこいつダメなパターンよ。全然、おほほ、全然、ちょっと待って、猫ちゃん。猫ちゃんが今私の程度の邪魔をしてて、猫ちゃん今ちょっとダメだわ。ごめんね、後で遊んであげるからちょっと待っててね。あー、ごめんね、泣いてるね。そうだよね、あほほほほほ。この調子乗ってる雷のやつを倒すぞ。ほら、こいつもどうだか、鉄攻撃だけマジでどうにかしてほしいよね。それはだってさ、反則じゃもう逃げる余地ないっていうのだけはするのはやめようって決めたじゃん。危ない、絶対危ないね、これ。もう、大火事起きてます。大火事が起きてます。まだまだだなぁ。なんかこれ安全地帯とかないの？マジで最初本当にあの、雷の後ろ安全地帯だと思ったら全然違ったもんね。よぉ！来た！水晶も持ってる！行くよ！いやもう深夜のテンションですよ、本当に。いや、久しぶりの小僧に出会えたぞ。危ない危ない。夜ぐらいですよ、本当に私がテンション高いのなんてね。本当に。もう、昼はこの、昼はもう喋るのも嫌なぐらい。人と。なるべくもう人と会わない。人と喋らないって決めてるから。ネクラミンとしては。ねえ、聞いて、水晶3つもあるってことはさ、これ無駄遣いしてもいいってことだよね。使っちゃうからね、私はもう。惜しげもなく水晶とか使ってしまうからね、もう。別にいいもん。いいもん、別に。来た、来た。来たよ、こっからだよ。来たよ、いい感じよ。あ！めちゃくちゃ悔しい。なんだ今の。めちゃくちゃ悔しい。今のはちょっと許せん。さすがに許さない。許せないし、こっからなんかお化け攻撃してくるし、水晶取ってないし、だいぶやばい。だいぶやばい。だいぶやばいけど、多分いける。待って、私なんかね、よくわかんない自信があるのよ。すごいいけると思ってんの、今。なんだ？なんか、風。お、なんだ？どうすんの？え、それ近い、やめてよ。